こんにちは、のりたろうです。今回はこのアンティークコインを通じて一風変わったお話をしてみたいと思います。皆様はビットコインが環境負荷が大きいというお話を聞かれたことはありますでしょうか。これは簡単に言うと、ビットコインのマイニング、採掘と呼ばれる取引履歴の再計算の作業があるんですが、これが膨大な量の計算をしなければいけないため、この計算を手伝ってくれたら報酬でビットコインを得ることができるという作業のことです。このビットコインのブロックチェーン技術というのがあるんですが、その技術というのはこの膨大な計算によって担保されているんですけど、この膨大な計算に必要な電力が問題となっています。これによって、今2021年ですが、現在ビットコインのマイニングで生じている年間の消費電力量っていうのがですが、オランダ、UAE、ノルウェー、アルゼンチンなどの国々の全体の年間消費電力量と同じかそれを上回る量の電力を消費していると言われております。もともと私は環境問題について、専門とまではいかないんですが、かじったことはあるので、それと比べるとアンティークコインやモダンコインは、相当環境負荷が少ないんではないかなと思ったわけですが、ここまで聞いてそれは違うと思われた方は、相当環境問題に対する知識をお持ちの方だと思います。そうなんです。で、おそらくしっかりすべて二酸化炭素に換算して計算すれば、ビットコインのマイニングほどの環境負荷はかけていないと考えられるんですが、環境問題とは二酸化炭素がすべてかと言いますと、それだけではないんです。例えばこの金貨で言えば、まず採掘という作業があります。採掘にはもちろん重機が使われますし、岩盤を掘り進めるためには大量のエネルギーの資源が投入されるわけです。もちろん重機を持ってくるためにも森林が切り開かれ、掘る場所の地下水脈なども汚染されるでしょう。そして採掘に水銀を使う場合もあるので、水銀による水質汚染っていうのもあります。水銀を使わないにしても、採掘の際には周囲の川などは採掘した様々な鉱物による汚染を受けます。ここは数値化が難しいところだと思います。また表立っては出てこない話ですが、採掘現場で働く人の労働者の人権問題も懸念されるところではありますし、また人が集まればやはり周辺環境っていうのはそれだけ環境負荷がかかります。ということで、採掘だけでこれだけ様々な環境負荷がかかるわけです。そして掘り出した金鉱石ですね、ここから金を取り出すのには、先ほどの水銀を使わない方法として、大規模な工場で銅の鉱石と一緒に溶かして精製するという方法で金の精製が行われます。これはもう金属を大規模に溶かすほどの相当の熱量が必要なわけですし、それほど大規模な工場が必要なわけですから、工場の建設や維持にも大量の資源が投入されています。そしてここでもまた水質汚染も懸念されるわけです。また掘り出した鉱石を運ぶのにも膨大なエネルギーが使われますし、精製した金属を運ぶ際にも大量のエネルギーを消費します。金を運ぶとなると、その後セキュリティに関しても厳重になればなるほどエネルギーを使います。そしてそこに造幣局ですね、コインを鋳造するという時にもエネルギーが使われますし、そこから私たちの手元に来るまでにさらに輸送エネルギーを使います。で、そのこのコインを、鑑定ですね、こういったスラブ入りのものにするには、またこれはイギリスのコインですが、日本に来てアメリカに鑑定に送ります。その際にも輸送のエネルギーがかかりますし、あとはこのスラブケースの製造に関わるエネルギーですね、これプラスチック製ですし、そういったエネルギー消費もあります。そうした工程を経てやっと私たちの手元にコインが来るわけです。とこれほどの工程を経ているので計算は複雑になりますが、計算で出そうと思えば出せると思いますが、
まあ、これがあんまり世には出回ってないっていうのはなぜかと言いますと、まあ、単純に言いますと、こういった金にとって不都合な真実に対してお金を払う人は誰もいないということになります。ただし一つ言えることは、二酸化炭素の話だけで考えますと、産業革命以前に掘り出された金とか銀ですね、これは紀元200年ぐらい、まあ2000年ほど前の銀貨ですが、こういった産業革命以前に掘り出された金銀については人力なわけなので、環境負荷は少なくて、その後もコインの流通だけでお金が動くので、まあ、環境負荷は少ないということも言えるのではないかと思いますが、まあ、これは一ついい話かなと思いますが、ただその当時はですね、もちろん労働者は奴隷として使われていた可能性も高いですし、今と違って金とか銀をめぐって多くの血が流されたこともあるでしょう。また付近の川は汚染されていたと推測することもできます。ということで、相当ダークなお話になってしまいましたが、今回私が何を言いたかと言いますと、環境問題っていうのはこの金貨一つとってもこれだけ複雑だということです。まあ、ただただですね、プラスチックのスプーンをやめると環境に良いとか、レジ袋を有料にすると環境に良いとか、まあ、そういったことを、まあ、本気で思っているのですかということになります。今回のお話をここまで聞いてくださった方は理解できると思いますが、例えば EV の問題ですね、電気自動車は製造に関わる各工程ですでに相当のエネルギー負荷がかかっており、核となるリチウムイオン電池ですね、電池を作るのにどれだけの環境負荷が、あって環境問題を引き起こしているのか、あとは電気で動かすということは発電にかかるエネルギーですね、また電気を転送する際のエネルギーロス、抵抗がありますからエネルギーがロスします。そして充電をする際のロスで、そこから動力にするためのエネルギーロスというのがあります。この辺を無視して二酸化炭素を出さないと言っている人に対して疑問を持たないといけないかなと私は思っています。そもそも二酸化炭素が問題なのかというお話もあります。地球は二酸化炭素で果たして温暖化するのでしょうかという議論があります。恐竜が生きてた時代は今の二酸化炭素の濃度の20倍の大気濃度だったと言われておりますが、みんな丸焦げになっていなかったのはなぜかというお話もありますが、まあ、話が飛躍してしまうので今回はここまでにしようと思います。この辺のお話は武田邦彦教授が専門でお話をされておりますので、最新の虎ノ門ニュースという、まあ、YouTube の番組ですけど、その中でとても面白いお話をされておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらをご覧ください。ということで、ちょっと長々とお話になってしまいましたが、今回のお話は以上になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。